今回は足が速くなるテーピングっていう動画を撮りたいと思います。今運動会シーズンなので、ちなみに近々あるんじゃなかったっけ。あります。あるよね、体育祭。それ走る系の種目ある。走る。で、どんなやつ。ちなみにリレーです。あ、リレー出るんだ。ジャージの下にこっそり貼れるっていうタイトルにしたかったんだけど高校生だったら短パンじゃないかなって思ったんだけど、そんなことないんだ。みんな短パン。あ、そうなんだ。え、普通のタイプも。いや、普通のタイプは長い。あ、体育祭は短パンなんだ。でも夏はみんな短パンだもん。短パンは小学生ぐらいまでかなって勝手に思ってたんだけどテーピングは、3本使います。5センチ幅、伸縮テープ35センチ、3本用意します。足首で地面を蹴る筋肉が3つあるんだけど、後頸骨筋、ヒラメ筋、腓腹筋ってあって、その筋肉をサポートするテープを貼っていきます。1本目が後頸骨筋、足の土踏まずのところをちょっと超えたところからスタート、足裏の小指側からスタートして、で、土踏まずのこの縦のアーチも作りたいので、少しこっちにこう引っ張り上げながら爪の骨の内側に沿って立ってきます。これが後頸骨筋で、2本目3本目でふくらはぎの筋肉をサポートする。2本目も同じところからスタートして、土踏まずをちょっとグッと引き上げて、ヒレス腱でクロスして逆側に。3本目は今度は逆側から張ってきます。同じ左右対称、2本目と対照的に、今度はアキレス腱のところで内側にクロス、こんな感じになります。この3本のテープで地面を蹴る主要な3つの筋肉の働きをサポートしてくれるので、これを両足に貼れば足が速くなるはず。どう？でもいけそう。いけそうですその短パンでそのカラーテープはやばいかな。カラーはやばいですねはい、ということで足が速くなるテーピングでした。短パンじゃなくてジャージの場合は隠れると思うんで、こっそり貼ってこれで出場してみてください。